こんにちは。はい、ディーパークラブの皆さん、こんにちは。岩崎雅宏です。何だっけ、今日は岩崎さんがブラジルに21歳の時ですか、20歳の時でしたっけ、21歳の時にブラジルにその黒帯を取りに行った時の、はい、ちょっと話をね、ライブとかでコメントとかで来てたんで、ちょっと話していただきたいなと思って。そうね、撮ってます。はい、まあブラジルね、ブラジル興味ある？お前、僕は割と行ってみたいですね。なんかそういう、僕、まあ、海外あんまり行ったことないんで。なるほどね。海外の憧れかもしれないですけど、行ってみたいですね。ブラジルに、ブラジル僕意外に行ってみたいですね。ブラジルってどういうイメージがある？まあ、あんまり正直なあれ言うと、あんまり治安がよろしくないイメージがあるんですけど、まあなんか陽気なイメージがありますね。なんかもう俺も今のブラジルがどうなんか知らんけど、結局行ってた10年前やから、ちょうど。はいはい、そうやね、ブラジルか。なんでまずそのブラジルに岩崎さんが一人で行ったのかっていうのをちょっと説明欲しいです。まあでもね、僕がブラジルに行ったのは、まあそもそも、最初に20歳ぐらいの時にもう自分は10とチャオビっていうね、その黒帯一歩手前のところまで来たんですね。で、21歳過ぎた時ぐらいに黒帯欲しいなと思ったから、黒帯をね、どうやってもらえるかって考えたんですよね。で、当時ね、その最年少黒帯っていうのがね、22歳で、柳沢さんかなっていう方が、最年少黒帯やってんな。そうなんですね。で、その人が、バルボーザ、サンパウロにあるバルボーザ道場という有名な道場で、黒帯をもらったっていう話を聞いて、で、まあ、日本で多分黒帯ってさ、その当時は黒帯認定したりしてもらってであげるっていう感じだったんやけど、はい、まあ、一番その時に力を持ったのが今の、日本柔術連盟の会長の中井祐樹先生なんやけど、はい、なんか俺全然接点がなくてさ。で近くにそのくれる先生がなかなかいない状況だったんですか？そうだね、そうだね。で、まあその年も若いっていうのがあったからさ、はいはい、上げる方もこうさ、記録をこう変えてしまうのって結構さ、大変やんか。だからもうそうやったら自分でブラジル行って取った方が手っ取り早いと思って、はい、で行ってみてんな。まあちょっと記録に挑戦してみたいっていうのがあって、最年少。そう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 、まあ取ったから偉いとかそういうのじゃないねんけど、なんかちょっとそういう記録があるものに対して挑戦してみたいっていう、はいはい、っていうだけやってんけど、それで、そう、俺もそのブラジルのサンパウロ、まあブラジルって大体2大都市があってね、サンパウロとリオデジャネイロってあるんですけど、まあリオデジャネイロの方はまあ有名なあのリオのカーニバルとか踊るやつですね。踊り、そう、そう、そう、で、あの有名なあのこの、わかる？そのあの像が、像が、そう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 、あるとこは、あれはリオね、リオデジャネイロね。で、あのビーチとかもあるのはリオデジャネイロ。あ、そうなんですね。で、サンパウロは、まあちょっと離れるけど、イグアスの滝っつって、まあ滝とか、もうちょっと中やねん。海とか、まあ、全然ないねん。あ、海ないんですか？ない。どっちかっていうと、なんかこう、街中みたいな。なんかどっちかっていうと、汚い東京みたいな。汚い東京。はい。そうそうそう。結構栄えてるんですか？まあ、栄えてる。あ、勝手になんかその、やっぱ、ちょっとその、なんていうんですか、スラムっぽい街とか、いや、もイメージしてました。それがね、常に隣接してるのがブラジルだから。まあ、ないわけじゃないって、ね、ずっとある感じですね。そう、だからね、見分け方は簡単やねん。あのね、コンクリートが引いてない。え、もう土なんですか？まあ、道バーってなってるやん、街バーってなってるやん、街バーってなってるやん、はい、で、あるあのブロックを境にコンクリートがいきなりバツンと切れんの。舗装されてなくなるんですか？全部。そう、そう、そこはもう地域的にはやる、基本的に。あんまり治安のよろしくないで、そうそう、で教えてもらった。いい見分け方ですね。そうね。はい、まあもちろん舗装されててもやばい地域はいっぱいあってんけど。あ、舗装されててもやばい地域あるんですか？あるある。じゃあ、あんまり。なるほどね。でもまあその、はい、
それで自分がその黒帯をもらうためにその自分でちょっとそのツテを作って、はい、その今やったその名古屋ブラジリアン柔術の早川さんとか、はい、あとそのバルボーザジャパンをやってるその大将さん、はい、とかをツテにそのバルボーザ先生に繋いでもらってマルコス・バルボーザっていう、はい、マルコ・アントニオ・バルボーザやけどな、うん、まあこの人にそのツテを作ってもらって、まあちょっと許可を得て行ってもいいですかっていうのをさっき聞いて、それで行って、はい、うん、それで、サンパウロって意外と日本人多いねんよ。へえ、そうなんですね。日本人街があってリベルダージっていうところやねんけど、都市からちょっとこう離れたところにあんねんよ。日本語は通じるんですか？ほとんど通じへんか。あ、通じないんですね。うん。だから、世界の歩き方ブラジル編を持って行ったなでも俺それしか持ってなかったんや、はい、もう最初覚えるの大変やったもん。特に別なんか荷物持ってったんですか？ちゃんとその用意とか持ってったけど、持ってったけど、まあまあその5日ぐらい回せるような服と、はい、まあ、一応その、まあ、暑いやろうなと思って、はい、パーカー一応1枚持ってって、で、あと道着3着ぐらい。道着がめっちゃ重かった。ああ、まあそうそう、かさばるもんね。そうそう、で、一番でかいバックパックに入れて、はい、で、行ったな。それで行ったんすか？行った。そしたら、最初のタクシーで来られて、はい、で、さらにその最初に泊まったホテルでも来られてやっぱその、日本人だとやっぱりぼったくりに会う可能性高くなるんですか？っていうよね。もう俺来られたからもう、あ、これ完全にぼったくりやなって。空港から出てるタクシーでそのサンパウロまで行くお金が結構高くてさ、はい、こんなもんなんかなと思ってて、はい、やけど、ちなみにいくらぐらいだった？いや、もう覚えてない。覚えてないけど、なんか帰りに同じ風に、はい、そこから空港まで帰って、はい、めっちゃ安かったよ。3分の1ぐらいだよ。じゃあぐるぐるされたんですね。もうほんま道とかわからんからな。確かに、うん、そう、それでそうボラれたな。で、ホテルも、まあ、ボラれたんか分からんけど、そこは高かったんかもしれへんけど、はい、結構高くて、まあ日本円で1ヶ月、1ヶ月日本円ではいくらぐらいかな。まあ、向こう単価が安くて、はいはいはい、1ヘアル、1ヘアル、ヘアルっていう値段で。通貨がヘアル。そう。で、そのヘアル、1ヘアル、俺当時44円とか。はいはい。で、その1ヘアルで何が買えるかって言ったら、まあ1ヘアルでまあ大体水ボトル1本とか。ああ、じゃあ日本と比べたらまあ3分の1か半分か。そうやな、そんぐらいなんですね。そう、でもな、なんか食べ物のな、市場とかのその食べ物がめっちゃ安くて、はいはい、1ヘアルでバナナ15本とかついてくるんや。15本っすか？そう、こんな量じゃないですか。そう、こんなの40円で買えるんですか？そうそう。で、2ヘアルか 2.5 ヘアルぐらいで、はい、めっちゃでかい。日本でもうほんまにこんなん1個500円くらいするやるっていうマンゴー、はいはいはい、はい、3つ3つ僕この前マンゴー買った時めっちゃ高かったっすよ。あ、せやねん。これ日本でマンゴー見た時びっくりしたもん。2000円3000円するっすよね、普通。そうそう。え、これ3つが40円で、100円ぐらいですか？100円1000円くらいやな。マジっすか？うん、へえ、うん、売ってて食べ物めっちゃ安かった、とりあえず。え、ちなみに岩崎さんはそのどれぐらい持ってったんですか、その予算っていうか。最初確かね、自分の貯金が30万ぐらいあったんやけど、はい、なんかちょっとずつなくなっていって、日本出るときには10万円ぐらいしかなかった。ん？日本出るとき？うん。え、じゃあ10万円でブラジル行ったんですか？え、10万円、所持金10万円でブラジルに行ったんですか？うん。え、食いつないなんですか、と思って。まあ、これぐらいあればいけるやろっていう。いけないっすね。10万はいけないっすね。それ、宿泊代とかも込みっすか？まあ、そう、込み。込みで10万っすか？うん。飛行機は別っすよ、さすがに。飛行機は別。別っすよね。うん。え、でも宿泊はいくらだったんですか、その、何ヶ月に。一番最初に、やっぱな、こう、行って取られたのが、2万取られてんよ。3週間か。でも安いっすね。2万ぐらい取られてるよ。はい、はい、で、でもな、俺
途中でそれ引っ越してんよ、はい、県人会っていうところがあってな、はい、その日本人街の中にその、はい、例えばその県って何々県もね、はい、岩手県みたいな、例えば岩手県人会とか宮城県人会とか、はい、兵庫県人会とかあって、それ宿泊施設よ。へえ、めっちゃ安い、はいはいはい、俺そこに入った時びっくりしたのが1ヶ月5000円5000円で泊まれるんですか。そう、1ヶ月え、部屋めっちゃ汚いとか。あ、もうなんか牢獄みたいな部屋やったけど。ああ牢獄みたいなそう、え、それご飯はついてこないんですよね、素泊まりですよね。ご飯はついてこない、そう、素泊まり。なるほど。そう、シャワーはあったんですか。シャワーはあった、なんか外に。ああ、なるほど。じゃあ牢獄っすね。そうやった。牢獄に1ヶ月か5000円で住んでたって。そう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 、大変ですね、それは。そう、それで、あれはどうなんですか、それ練習の内容とか、その練習とか。うん、いや、まあ、初めてそれでな、その、はい、リベルダージから、その、歩いて15分ぐらいのところに、その、バルボーザ道場があってさ。はいはいはい。うん、それで、歩いて行きよってんよ、毎日な。はい。それで、その、最初さ、あの、あれが分からへんです、あの、このナンバーシステムでさ。ナンバーシステム、あの、あれが、あのセキュリティがビルのと4階で、そう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 、俺、そのインターホンつないでも俺日本語しか喋られないし、はいはいはい、だから、もうあのそこの道場に誰か来るまで待っとって、で、入ったら一緒に入って、一緒に、そう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 、これで受付の女の子に、なんか、その、俺ポルトガル語分からへんっていうのを頑張って、その、ジェスチャーとか、ジェスチャーとか、あれ調べて、それだけを喋って、はい、で、バルボーザ先生を呼んでくれってここら辺日本語で言うとった。はい、はい、うん、そしたらたまたまバルボーザ先生が後ろから来て通りかかって、お、どうしたのとかって言われて、はいはい、それで、バルボーザ先生、日本から来ましたっつって、練習していいですかっつって、うん、そしたら、お、いいよみたいな感じで、結構フランクな感じの人なんですね。そう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 。で、そのバルボーザ先生はもともと天理大学の柔道部出身で、あ、まあ、うん、ブラジルから強化選手に送られて天理大学で日本語を勉強しながら柔道の練習をしとったっていう選手やって。じゃあ日本語は OK なんですね、全然。うん。だから日本語をちゃんと通じて、で、その情報があったから俺もバルボーザ道場に行ったわけ。ああ、なるほど。うん、まあそうっすね、うん、一人でなかなか通じないところに、うん、行くのはそうきついっすもんね。そうで、行ってさ、その、まあ、練習参加、初めてな練習参加するわけな、はい、じゃあやっぱ日本人のアウェイ感すごかったな。それはあれなんですか、他からなんかちょっとさ、やられるんですか、アウェイっていうか、そういう。いやー、まあちょっと最初の初スパーはもうちょっとあれやな、厳しく当たられるよね。へぇ、もうそこられるよね。もうフルスパーってことですか。もしかもずっと回されるし、はい、ずっと回されるし、あ、うん、終われないですね、そうやな、スパーの。そうやなきついっすね。もう大変やった最初は慣れるまでは結構慣れてきたっすかね、すぐ。そうやな、慣れたっすか。まあまあ1週間ぐらい、1週間2週間ぐらいかな、はい、うん、だったらだいぶ慣れたけど、はい、それで、そう、なんかバルボーザ先生ってすげえ面白くて、はい、めっちゃ丁寧に話してくれんねん、はい、めっちゃ丁寧に話してくれんねんけど、なんか、あなたとか、君とかっていう時にそこだけ、お前って言う。え、なんか、僕韓国行った時思ったんですけど、結構多くないですか。あ、ほんま。僕、韓国人の友達ができて、向こうで、うん、それで、すっげえ優しいし、うん、すっげえいい人なんですけど、うん、でお前って、そう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 、お前はーっつって言われて、みたいな、イケメンめっちゃ強い言葉来たみたいな、うん、可愛いっすよね。そう、逆にな、ちょっと面白かった。悪気があるわけじゃないっすね。そうそうそう、向こうには全然。そう面白いっすね。うん、それで、ちょっとで練習しよったらな、日本人がおるっていうことを教えてもらってな。へぇ、はい、うん、で、日本語を喋れるその日系人も何個って、はい、あ、自分なりに、そう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 、それでいろいろ情報を得て、うん、そう、だから小林さんっていう方が、はい、
おって、その道場にな。で、あの、その小林さんってあれやで、あの、日本で DVD 出してる、元カズさん。小林元カズさん。はい。あの、伝説の脇差しパスっていう、あの、DVD を出してる。呪術新聞さんから。そうなんですよ。うん。で、いたんすか？いた。その時、練習しとった。で、この小林元カズさんに会って、一緒に練習させてくださいっつって、はい。で、いろいろその、あの選手はこうで、あの選手はどうでっていうのを教えてもらいながら、まあ、練習に参加しとったわけよ。はい。でな、練習メニューやねんけど、もう、めっちゃ練習しとったとりあえず。長いんすか、時間。長い。とりあえず、朝10時に来るやんか。はい。10時か10時半やったかな、に来て、ほいで、1時間ドリルやんねん、まず、小林さんと。はい。うん。で、他にもおんねんで、あの選手が。ドリルやる、その打ち込みをやる選手がおって、はい、技を確認するな、この動作を確認するドリルを1時間やねん、とりあえず。お互い5分ずつぐらいで技交代して。ずっとぶつづけ。ずっとぶつづけ。ずっとぶつづけ。うん。長い。うん。で、途中でその小林さんにこの技はどうなんや、ああなんやっていうのをね、聞きながら、まあやるわけ。で、この当時小林さんは黒帯で、めっちゃ強くて、パウリスタとか、そのサンパウロで行われる、めっちゃでかい大会の中で、はいはい、あの元世界チャンピオンを倒しとったりとか、すごい選手やった。65キロで、あ、62キロか、あのブルーマやったから、あの、ライト級座級、うん、当時おいくつぐらいだったんですか？は、ね、もう30過ぎてたんちゃうかな。あ、うん、だから俺と10個ぐらい違うなと思ったの覚えてるから、多分それがあったんです。そうなんです、うん、そうそう。ほいで、そのまあ1時間ドリルやるやんか、はい、おったら11時半ぐらいからプロレンが始まるんだよ。プロレンっていうか、昼レンが始まるんだよ。で、ブラジルそこの道場は1時間半やねん。はいはい。で、30分、あれやって、バルボ先生が技を教えてくれて、はい、みんなでやって、で、そこからスパーリング。で、スパーリングが1本8分。8分結構長いですね。そう、日本って基本5分やんか。そうですね。8分やって。8分、そう。きついですね。で、8分1時間スパーリング。8分を1時間回し続けると。そう。で、まあ大体俺抜けられへんからね、7、8本ぐらいなんですか、それ。そう、7、8本ぐらいな。きつ。そう。やって、昼の練習は終わり、はいはい、1時までやって、で、そこから飯食いに行ったりとか、なんやかんや、道場で昼寝とかして、で、次また4時に行く。はい。4時に戻ってくる。で、4時からまた1時間ドリルする。はい。小林さんが、うん、それで5時からまた練習が始まる。で、1時間半のクラスが、1回あって、で、その後に30分休憩で、で、もう1回1時間半のクラスがある。はい、うん、で、3分そうやな。で、その後4も1時間半のクラスがある。だから9時くらいまでやんねん。へー、うん、で、それで大体同じような内容やけど、強度はだん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 下がっていくねん。あ、その昼のクラスが一番強度高くて、そう。夜に向けて、その行くと白身の人とか、社会人の人とか、普通の人が、そうそうそう、さんが来るんですね。そうそう、そうそう、混じってくの、混じってくる。そう。それで、そう、やっとって、で、俺は一日、その、あれを貸しとってな、その、一日のスパーリング25本やろうと。8分ですか？うん、どんなに多くても少なくても8分25分ですか。そう、1日のスパーリング25本まではやろうって。はい、で、やっとって、で、まあそのお昼でその7、8本ぐらい消化するやんか。はい、で、お昼帰ってきてまた7、8本消化するやんか。はい、そしたら大体その16本ぐらいになるやん、マックス。はい、で、その後のクラスでまた7、8本ぐらい消化して、で、最後に白帯とかと、はい、残り の, スパーリングをこなすみたいな。ああ、その一般会員さん向けのクラスもスパーリングの時間は8分なんですか？やっとな。8分なんですか？うん。白帯の人8分やるんですか？あ、でもね、白帯クラスになるとドリルとかが多かったから。あ、そうなんですね。打ち込みじゃなくてシチュエーションスパーが多かったから。ああ、はいはいはい。うん、へえ。まあとりあえず強度は下がっていくねんけど。でも辛いですね。でもめっちゃ疲れんねん、とりあえず。っていうか昼の時点でもう辛いっすよね、多分。うん、そうっすね。その昼の練習とかに結構有名な選手とかいました？宮尾兄弟がおった。ああ、そう。
有名なね、そう日本兄弟。当時ね、昔はね、シアロコース、あ、今はね、シゼロコースターとかユニティとかってなったけど、もともとあの、シゼロコースターがそもそもあれやから、あのバルボーザ先生の弟子やから。あ、そうなんですか。そうそう、だからシゼロコースターも来とったし、はいはい、シゼロコースターもおったし、あんで、あの、宮尾兄弟はバルボーザ柔術やったから、はい、まあ、三つ目、その時、あの、弟のジョアンが青帯で、パウロが紫帯。あ、そっか、10年前ですかね。そうやって、19歳ぐらいだったかな、まだあいつら。うん、一緒に、その朝から10時の打ち込み、一緒にやりよったり。あ、そうなんですか。うん、どんな人だったんですか、2人とも。いや、もう黙々と練習する。黙々と。いっつも兄弟喧嘩しよった、なんか。喧嘩すんすか。いっつも喧嘩。もう来ない、もうこうやってこうやってこうやっていけない、こうパウロを蹴り出して、なんかこう言い合いして、うわーなってるの。なっとったで、なんか。かわいいっすね、なんか。なっとった。兄弟感はあるんですね。うん、なったあった。でも、ね、ずっと2人で一緒におったな。そこはまあ2人なんですね、うん、喧嘩するけど。うん。で、その宮尾兄弟は、まあ今はもう世界チャンピオン、2人とも世界チャンピオンになったんですけど、はい、なんかその当時から、もう青帯とか紫帯やったのに、もう黒帯がパスできへんって、抑え込みできへんと、はいはいはい、もうどうやっても逃げられると、でも締められると、はい、もうそういう驚異的なあのスーパーあの色帯やったな。ヤバさはあったんですね。あった。俺もパスできて試してなかった。マジっすか。うん、へえ、パスできなかったんですね。できんかった。スイーパーもちろん取れるけど、はいはいはい、うん、そう、足がだってサイドポジション取ってて、足がこっから入ってくるんで、自分でパッて持ってこうやって入ってくる。無理っすね、それ。無理っすね。もうダメだっすね。うん。ものすっごい体が柔らかくて。誰もパスできなかった。ぐねぐねっすね。うん。で、それの師匠で、ムリロ・サンタナがおって。はい。うん、で、それと、よく練習しとったチアゴ・アウベスっていうアフロの、当時有名な世界2位やったかな、はい、の選手がおって。うん。それで、まあ、たまにそうやって組ませてもらって、一緒に練習しよったな。すごいですね、うん、そう考えたら、うん、あれおったで、あのビッグフット。え、アントニオ。そう、アントニオシューマスか。おったで。え、マジっすか。おった柔術やってたんすか。うん、やったっすか。やったでかすぎてもうよくわからなかった。強いんすか。強いでもうわからん。力は強いですか、やっぱ。いや、もう向こうめっちゃ優しくやってくれた。あ、そうなんすか。もうわからん。でかいっすか。でかい、超でかかった、190ぐらいですか、うん、身長。うん、で、まだその兵庫とか戦う前やから、あ、そうそう、俺を MMA やっててみたいな話聞いたな、なんか、うん、顔でかいっすか。うん、なんか英語喋れたな、確か多少は。へえ、そうなんだ。うん、顔でかかったの、確かに。顔でかいっすか、やっぱ。めっちゃでかかった。顔でかいっすもんだって。うん、うん、すごいな。そう、そういう練習を毎日ね、こうやってたんですよ、25年で。もう最後らへんなんていうこと、白帯とかにめっちゃ決められて。へえ、もう疲れて。もう疲れ切って、もう全然判断力なくて。動けなくて。へえ。そう。で、もうその中で、こう、もうこれは、こう、守りながら、休みながら練習するしかないと思って。はい。それで、あの、ハーフガードで守って、で、カウンターで返すっていうのを、永遠とこう繰り返して、で、上抜いて守る。隙があったらパスする。せんくてもいいみたいな。はいはいはい。そういうスタイルが、そこでできたわけ。ああ、なるほど。うん。それまでちょっと違ったんですか、今のスタイルと。そうやね、力づくで生きよったからな。あ、そうなんですね。うん、でもそこで初めて、もうそんだけもうバテた状態でやらされて、もう休まな、この競技は勝てんっていうことを分かって、やっぱそういうふうに。そこからちょっと、休む、頭に入れてやるようになったっすね。そう、そう。すごいっすね。ほんまにやばい練習だったっすね。でも逆にその、すげえしんどい練習がなかったら、うん、なんか、あれですね、その休むとかももう今なかったかもしれないですね。うん、俺ね、最初に2着で白い道着持ってったんですよ。でね、その3ヶ月練習したんですけど、日本帰ってくる頃にはそれ灰色なってたんですよ。使いすぎ。え、それね、マットの塗料落ちてる感じじゃないですか。もうそうやねんけど、なんか灰色なんだよ。灰色道着はあるんですけどね。うん、灰色になった道着は見たことないですね。うん、で、俺それまで匂いとか全く気にしなかったさ。はいはいはい。でも日本帰ったら、その道着めっちゃ臭いとか言われてさ。へぇー、お前ヒットって。はいはいはい。うん、やばかった。自分じゃ分かんないですね。分からんか、輸入とかも。うん、毎日一応洗濯はしょってんけどな。はいはい。でもブラジルってすごいのはめっちゃすぐ乾く。
カットしてんすか。そう、3、4時間ぐらいで乾く。保証どういうか普通に保証、すごいですね。うん、1日たっても乾かないときあるのに。いや、ブラジルはすごい。でも、逆にたまにスコールもある。なんかイメージあるですね。そう、行くときにもうブワーって雨降り出したら、もうなんか坂とか川なんで、ものすごい量の雨降る。洪水じゃないですか。そう。もしあれ、俺いつもメガネでしょ。メガネ真っ白。すぐ収まるんですか、向こうのそのスコールとか。長くて30分ぐらいかな。でももうその数十分単位で収まっちゃうんですね。うん、もうずっと雨が降り続けるってほんまに珍しい。っていう感じで、まあ、そういう道場行ったり来たりする生活をずっと繰り返しょって、はい、でなんかもう激安のなんかこう、定食屋さんがあってさ、はいはい、そこさ、ご飯をめっちゃ持ってくれんねんよ。はい、で、黒豆 のフェイジョアートっていうな、はい、食べ物があんねんよ。あれとか、日本の始発庫とか行ったら絶対置いてあるやつがあって、ご飯にかけて食べる黒豆の食べ物があるの。シャーフェイジョアタっていう。それで豚の軟骨を鍋に全部突っ込んで黒くなるまで煮るの、黒豆で。はいはい、うん、それをご飯にかけて食うねん。うまいんですか。最初は何やこれって思ってたけど、だんだん好きになってくる。慣れてくるんですか。そう、今俺は好きやで。普通日本にあるんですか。あるあるある。へえ。そうで、フェイジャオンとフェイジョアだったやつな。フェイジャオンっていうのは、その肉が入ってなくて豆だけ、はいはい、で、豆、黒豆じゃなくて、もうちょっとその大豆みたいな、はいはい、豆のやつで、それもちょっと味付けは違うんだけど、うん、で、俺フェイジョアだを、それ3ヘアルぐらいかかんねえよ。3ヘアル、まあ150円ぐらいかかる。はいはいはい、やけど、もうタッパいっぱいにくれんねん。こんもりくれんねん。なんかこう、皿でくれんねん、皿でくれんねん。で、皿でくれんけど、これ、こうなんかね、ほんとなんか、ほんまにこれぐらいの皿にね、もう山盛りくれんねん、マジで。すごいですね。そう、山盛り入れてくれって言ったら、山盛り入れてくるんですよ、はいはいはい、うん。じゃあ、まあ、お腹膨れるんですね。で、それを半分食って、半分タッパに詰めて持っていくんだ。はいはいはい。うん、これで昼食うんだ。はいはい、どんな味なんですか。なんかな、甘いとか、いや、しょっぱいとか、辛いとか。いや、ちょっとしょっぱめの豆の味。豆、うん、まあ今度ぜひ行く機会だったら食べてみてください。 もちろん知ってる方もいると思いますけどね、うん、あれね、あんまり美味しくないでしょ。でもね、あれね、毎日食べるとね、なんかね、あれじゃないとあかんとかって思ってくるようになるんですよ。うん、癖になる味なんですか。そう、うん、なんかそのみたいな。シセロコースターにな、シセロコースターってその、はい、世界チャンピオンな、はい、そいつがめっちゃ力強かった。もう俺初めてシゼロコースターとスパーした時にリストロック5回ぐらい取られてる。へー、ハッピーのうちにですか。うん、いじめられ、ほんまいじめっ子でさ、はい、もう三角マウントとか、三角マウント、ハリトーの2体、あれセーブシュートみたいな三角マウントと取られてんのに、わざわざ手首取ってくる。手首を振りてくる。そう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 。そうで、なんでそんなに力強いのってシゼロコスターに聞いたら、俺はフェイジョアと毎日食ってるからなって言ってて、絶対嘘やろって思ったけど。黒豆のやつですね。そうそう、あれは豚の軟骨が入ってるから関節が強くなるんだと思って言ってて。絶対違う、絶対違う。いやけどめっちゃ力強くてほんまに。岩崎さんが言うんだったら相当っすよね。やばかった。相当っすよね。めっちゃ悔しかった。とりあえず怒られたの、とりあえず悔しかった。点は取れたんすか。いや、結局取らせへんっていうぐらいしかできへんかった。最後はもうシセロが下になって俺が上になってなんとかしのぐっていうだけで、はい、それぐらいしかできへんかった当時はな。そうやってまあ安い飯とでな、家に帰ったら大量のパスタを買い込んで、はいはいはい、でトマト缶とかめっちゃ安いの。はい、そう、トマト缶とかも 0.5 ヘアルとかで買えんの。20円ですか。そう20円。そう、すごいじゃん。そう、大丈夫なんですか、そのトマトは。大丈夫。で、1ヘアルとかで2ヘアルか1ヘアルか忘れたけどめっちゃ大量のパスタ買えんのよ。はいはいはい、もうそれをな、もう毎日大量に食って寝とったの。食費はかかんないですね。あんまりかかんない、あんまりかかんない、うん、
まあ、でもいろいろ他でお金はかかるとは思うんですけど、いやでも、お金がなかったから、とりあえずとりあえず安く済まそうとしてたな。はい、あうん、そうね、ブラジル、うん、それで、そういう練習を毎日続けてて、もうマジで体疲れんねんけど、もうそれしかやることないから、はい、うん、そう、もうそればっかりやっとって、それで、その本題のその黒帯取りに行くって、その目標は達成したわけじゃないですか、そこで。そうやね、 そこはどういうあれ過程でその黒帯を取ったりとかだったんですか？確かね、1ヶ月ぐらい経ってから、はい、バルボーザー先生となんかこう話してねんよ、はい、どうやったら黒帯もらえるのって聞いたよ、はい、そしたら、バルボーザ先生が冗談かなんか知らんけど、お前が俺から点取ったらやるよって言ってた。お前がいや、バルボーザ先生さ、はい、俺の名前をな、延々と岩崎で覚えへんの。なんて言われてたんですか？イサキって呼ぶの。イサキっていう名前のやつがおんねん、ブラジル名で。イサキファイバーとか。イサキ。うん。あ、じゃあもうそれだと思ってるんですね。そう。イサキって日本人はイサキでいいよって言ってて。何それとかって思ったけど。うん。ずっとイサキって呼ばれてた。うん。イサキなんですね。そう。バルボーザ先生でした。それで、その1週間ぐらいにスパーする機会があって。はいはい。で、おやろうって言われて。で、やって、で、俺ほんまにひっくり返したの。あー、スイープしたんすか。うん、そうそう、で、2点取って、はい、で、その後に決められてんけど、十字、投げられて。強いんですか？強い、パスがめっちゃうまい。へー、うん、で、まだ引き込んで、もう一回返した。はい、うん、そしたらなんか、そのまたちょっと時間経ってから1週間後ぐらいに、なんか12月に、帯授与式があるから黒帯あげるよって言われて、そうそれでもらったんですか？そうすごいっすね。そう、あ、こんなもらい方ないんと思ってた。多分違うやんとやろうけど、うん、特例っすね。そうそれでもらったな、うん、結局トータル何ヶ月ぐらいいたっすか？3ヶ月ぐらいかな。あ、結構いたっすね、ビザギリギリ。うん、あ、そうそう、へえー、すごい。そう、年末までおるっていう感じで、だいたい、うん、何月ぐらいかな、10月入る前ぐらいに行って、9月はい何ぼかに行って、で、あれやな、12月の末ぐらいに帰ってきたな。へえー、うん、すごい旅っすね。そう、で、最後帯授与式があってさ、帯授与式終わったらな、あれなんだよ、帯叩きが待ってるんだよな。あー、ベシベシ。そう、いや、うちのカルベディエムではな、その文化ないけど、はい、こう、あれですよね、帯叩きって、帯上がったらお祝いで、帯、その、みんながこう、バーッと集まって、で、その道を作ってくれて、その真ん中を、歩くんだけど、その間、みんなが自分の帯で、その人の背中をバンバン叩くねん、ムチみたいな。これ痛いんですか？めっちゃ痛い。帯重いっすもんね、うん、もう悪いやつとか締め出してくるからな。めっちゃ痛いじゃないですか、はい、悪い。そう、叩かれて、でも、はい、バトジバルボーダ道場でもその住職100人ぐらいあったんですよ。え、100人からぶったたかないんですか？そう、リンチっすね。もう途中分からんくなった。で、その後にじゃあスパーリングしようっつって、お祝いスパーリングしようっつって、で、帯上がったやつがずっと元立ちで、はい、1時間ぐらいスパーやらされんねん。へえ、お祝いなんすか、それは。で、シセロがまたニヤニヤしながら、はい、お前黒帯になったのかとかって言って、また俺の腕を決めに来るっていう。お祝いなんすか。うん、で、その中で悪いやつおって、はい、絶対締め落としてくれと思う。え、タップしてるんですか？うん、へえ。俺は逃れたけど、はい、うん、みんな落とすんですか？おー、結構落とされるよ。それ大丈夫なんですか、それ？まあ、何も分からないけど、そういうノリやったよな。部活みたいな。そうあれですね、うん、部活の、うん、そうね。いや、それで黒帯になって、はい、いやなんか嬉しかったな。で、嬉しかったんけど、はい、嬉しかったんけどな、一個問題があってな、
ボビーをもらった時のその表彰みたいなのがあってさ、それにバルボザさんのサインが入ってる、ボビーあの商談認めましたみたいな、あれなんだよ。あら岩崎のさキーがさ、俺岩崎やからさ、あの最後 K あキーやから KI やから、はい KI Q になってたよ、岩崎 U。 ちょっとこれさっつって、岩崎正弘には黒帯あげてないんですよ、岩崎 U に入れたんだよ。ここで名前間違えんなよって思って、うん、岩崎 U になっちゃったんですよ。なってた。あの、イサキっていうのの、イサキの木ってあれ Q やね。岩崎って書いて、岩崎 Q って書いてイサキって思うんですか。違うね、あのあ、バルボーザ先生がもうごっちゃになってるんですね。そう。なるほどね。もう訳がなくなっちゃったんですね。そう。これ間違ってるって言って。で、結局、その、最終的に小林さんに、あの、楽曲するときに、俺の表彰もらって、それを送ってもらって。はい。で、あそう。あ、もらったんだ、ちゃんとしたやつ。もらってんけど、もうめっちゃもうごたごたや。なんやねん、これと思うんだけど。結構やっぱ、ブラジルのその、なんていうんですか、その、ちょっとのほほんとしたルーズな感じ、うん、はやっぱあるんですね、ブラジル。うん、そうね。まあ、今思い返したら確かにすごいいい経験をさせてもらったと思うし、面白いですね。うん。でもね、確かに治安が悪いのもあって、やっぱ俺、その行き来、その道場での行き来とか、はい、たまにその体疲れた時に半日休んで街ぶらっと歩いたりしよったけど、はい、結構いろんな危ない瞬間見たね。例えば、拳銃突きつけられと、人街で、うん、拳銃を突きつけられてですね、マクドの前で。めっちゃ透明で見えんねん、はい、うわっって思ってすぐ隠れるみたいな。警察いないんですか。おるねんけど、あれってなんかその地域で分かれとって、ああ、別の方で手出しちゃいけないんですよ、警察が。そうなるほど。そうとかもあったし、なんかその広場でその屋台をいっぱいやってるその地域があんねんよ。はいはい。なんかそことかでなんかもういきなり乱闘が始まって、一人が7人ぐらいに永遠とボコられるみたいな。それ死んじゃうじゃないですか、それ。あったりとか。はい、うん、行きたい気持ちは薄れましたね。そうね、行きたい気持ちはちょっと薄れましたね。で、よう銃声鳴るしな。夜中日本じゃ考えらんないですね。うん、なんかな、あのリベルダージの横がもうすぐスラム街やったみたいで、はい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 、それで結構その警察がそう、あ、その走り回ってたり、そういうのはあったみたいだね、はい、うん、そうね、怖いとこっすね。うん、でも結構ね、そのいろんな選手にそこで出会えて、うん、いい経験をさせてもらったけど、うん、そうやね。ブラジル行ってみたくなった。多分 2% ぐらいになったっすね。100だったのかな。減ってるやん。だって10を見たくないもん。なるほど。でも行ってみたいなとは正直あるっすね。でも多分知るだろうなっていう。でちょっとその喋れるようにはなってて、はい、その時3ヶ月持ったらな。ああ、ポルトガル語。うん。だから宮尾兄弟とは結構コミュニケーション取ってたけど。はい。でももうほぼ忘れたな、今ポルトガル語ですか。うん、まあ、そうっすよね。うん、喋んないとそれ忘れる。忘れるな。うん、で、宮尾兄弟がさ、なんやろ、そうそう、俺なんでこれ喋れたん思い出したかって言ったら、俺、なんかしらけど、宮尾兄弟ってあれクォーターやねん。おじいちゃんが日本人。へー、うん、っていうのを、なんか、お前はその、日系、その日本人なのかって、お父さんかお母さんが日本人なのかっていうのを聞いて、いや、俺はおじいちゃんがその、そう、日本人なんだっていうのをポルトガル語で教えてもらったのを覚えてるから、だから多分それぐらいは喋るじゃん。へ、すごいっすね、でも現地で覚えて、うん、でも俺も英語そうやって覚えたからな。ああ。ブラジルの次にもうすぐオーストラリア行って、はいはい、うん、で教えながら覚えて喋って、そう、まあ喋ってみるのが一番なんですかね。ね、もう金がね、その3ヶ月過ぎた時に7000円ぐらいしかなくなってて、死ぬって思ったけど、まあでも、
その県人会 の, その人たちとかに助けられて、はいはい、まあ、なんとか生きることができて人のありがたみっていうのをね、そこで知ることもできた。うん、いい経験ですね、ブラジル、はい、私はそうやってブラジルで生きてました。みんなが気になるブラジル編、21歳、単身ブラジル。うん、そうね、ぜひ機会があれば。あの、なかなか難しいですよ、それは。行ってみるのはどうでしょうか。きっと心も体も強くなって帰ってこれると思います。メンタルはね、もうバカ強くなるそうですから。うん、お前もいつか放り込むわ。生きて帰ってこれたら、うん、あの、喜んでください。はい。では、そんな感じで、またこういったね、昔話でね、あの、ちょくちょくあれば話していきたいなと思います。ではまた。バイバイ。めっちゃ話したじゃないですか、これ。